皆さんこんこにちは村長です今日は2022年の年末ですけれども今年はとてもボーカロイドや AI 歌声合成がとっても躍進した年でしたねいろんな歌声ソフトが AI 技術が進んでもう人間そのものというような歌声にどんどんなってきていますそこで今年の年の末としましまて いろんなパターンの人がいてると思うんですけれども歌声合成ソフトには MIDI のピアノロールのようなエディターがついているものが多いですけれども DAW の MIDI ピアノロールに比べると操作性に問題があったりもしくは一個一個売っているとその歌声分析をしていくのでなかなか素早く打ち込めないというようなことで。 皆さんももっと効率よく打てないかというふうに考えている方もおられると思いますやはり僕の場合ですけれども歌声合成は特別なことがない限りは DAW の方でメロディーもしくはハーモニーを作っていきますその方法について今日はお話をしたいと思います村長のミュージジックスタジオ はい、そもそもミディで打ち込むという方法もありますが、メロディのミディ自身を打ち込むのが苦手という方もおられます。そういう方は鼻歌で入力するという方法も一つです。もちろん若干の修正は必要かと思いますけれども、今回今画面に出しているのはピアノの伴奏とメロディです。下がメロディになっています。 ちょっとどんな感じか聞いていただきましょう。はい、このような感じです。今選択しましたところが、 メロディーです基本的には後ろの方もするんですけれども今日は時間の都合上この1セクションの部分のところをやりたいと思いますこれがもうミディで打ち込まれている方はここは飛ばして聞いていただいてもいいですがこのように花歌もしくは他の音源でも打ち込んであるというような時は スタジオワンの場合もしくはメロダインを持っているような人の場合だったらメロダインをかけてしまうと便利ですはいこのようになりましたが念のためにアルゴリズムをポリフォニックじゃなくてメロディックにしておくといいと思いますはいメロディーは単音ですから このようにして分析をするといいんではないかなと思います特にスタジオワンの場合はこの出来上がったメロダインのデータをインストゥルメントトラックにドラッグするだけでこのようにミディのフレーズになりますこの時にスタジオワンの場合は上のアレンジトラックとミディピアノロールをこのように同じ大きさで表示することができるようになっています 元のデータを見て例えばこれは長めですけれども後ろのセクションとは別になっていますよねこのラインのことですですからこういう単位でこのように選択しましてそして16部でクオンタイズ今しました16部音符でクオンタイズスタジオ1の場合は Q のキーですねそうしまして これをアクションメニューから長さというのを選んで特に歌声合成のソフトに持っていく時はレガートプラスオーバーラップこれをしておくととっても後の編集が楽になりますレガートプラスオーバーラップ修正というのは何かというと音符が短い時トゥットゥットゥットゥとなりすぎている時ですねそれを 次の音符まで伸ばすという機能ですねそれとオーバーラップ修正というのは今度は2つの音がもし重なっていたらそれを取り除いて重なりがないようにするという機能ですそれでオッケーをしますはい次のセクションこのようにセクション分けするのは今一度言いますがこれが 仮にこう短くなってるという時にですね、後ろとつながってもらったら困る。いわゆる給付がある。これは活かさないといけませんので、このところで選択して給付を押しまして、そしてまた同じようにします。こういうのもショートカットを作っておけば便利だと思います。 僕はストリームデッキという左手デバイスにこれを登録していますのでいちいちやらなくてもちゃんとできるようになっていますちょっとやってみましょうこのように選択をします次のセクションはうーんとここまでこの部分をまずはクオンタイズをかけますはい これで整いました。そしてオーバーラップ修正をかけるとこれでつながりました。もっと大きくしておきますね。よくわかるようにします。ちょっとここ途切れてます。ここ重なっています。これをもう一度やります。よく見ててください。はい。このように成形することができました。そして残りのこの部分。 キューーーをを押ししして、てそオーバーラップとレガートを修正します。はいこれでメロディーができたわけですもちろん冒頭にも言いましたようにこれ後ろの部分も全部することになりますそうしましてこれを書き出ししたいと思います今作っている曲は BPM は139ですそして 僕の場合はシンセサイダー V を使っていますけれどもそういう時にはこれをですね MIDI を先頭にしておくと先頭からの距離が分かりやすくなると思いますのでこのようにしておくことがいいでしょうそしてスタジオ1の場合はこのリージョンを右クリックしましてイベントメニューの中に選択をエキスポートというのがありますこれを選びましょう このようになりましたら Studio One の場合はミュージックループと MIDI ファイルこれを選択できるようになっていますのでこれで保存をすればいいわけですもしくは上のイベントメニューからも同じことができますでももっと効率のいい方法があります右側のブラウズ画面を出しておきましてファイルタブを選択しておきますそうしまして このようにデスクトップドキュメントなど Windows Explorer と同じような表示になっています。もちろん Mac の方も基本的には同じです。そこのデスクトップのところにこのファイルを持っていくだけでいいわけです。引っ張っていきます。はい。そうしましたらこんな画面が出ました。ここで Alt キーを押しますと 下から2つ目の MIDI ファイルの先頭に X というのが付きました。もう1回押しますと、ミュージックループに変わります。もう一度押します。はい、MIDI ファイルになりました。この状態で話すと、今、ドキュメントのところで話しましたので、ドキュメントの中に、このメロ、MIDI。 というのが出ますファイルが多くなってきたらこれがよくわからなくなったりもしますので名前をちゃんと確かめてくださいこのメロというのはこ,このリージョンのところにメロとなってるからこうなっているわけですもしメロというのがいくつもできたときはカッコ1カッコ2カッコ3のようにメロの後ろに番号が振られていくようになります そしてシンセサイラー V の画面を出します他の AI 合成でも同じだと思いますファイルメニューから読み込みというのをするわけですそうしましてドキュメントのホルダーのところにメロというのがありますこれを読み込めばいいことになります開くそして読み込むトラックというのが出てきますがトラック1に 入れますよというようなダイアログです確定をしますそうしましたらこのように音符ができたわけです次にシンセサイザー V の中身のことをお話しする前にこれのハーモニーを作るという方法をお話ししますこのソフトは D のキーです先頭も D になっていますし最終のエンディングも D で終わっています いわゆる D メジャーの曲なんですそういう時は多くの DAW ではハーモニーのことを知らずしてもちゃんとできる方法があります。少しし大きくしておきくますそして縦も大きくします。スタジオワンで縦を大きくするのは鍵盤のところにマウスを持って行ってコントロールキーを押しながらグリグリするとこのように大きくなります。そうしまして ここが一番重要です。これから3度のハモリを作るわけですけれども、全体にいらない場合は、この部分を削除しましょう。後半だけハーモニーをするというような時です。後からシンセサイダー V で消してもいい場合は、もう全部持っていくといいでしょう。消すぐらいは簡単ですので、 後から欲しくなるとですね、もう一回位置に戻らないといけないのでメロディー全部を一応持っていく方がいいと思いますそうしまして左のスケールを D を選択してメジャーを選択しますそうしましてその上の部分の鍵盤のところにチェックを入れて白くなりましたこうしておくことが重要です D のキーですがこれを3度上げのハーモニーを作るというような時はファーのシャープそこまで持ち上げるといいでしょうこうしておくと D メジャースケールに合わしたハーモニーが作れるようになりますこれで全部を選択しておいてそしてこれを上げますはいこのようにすると D メジャーのキーで言えばファーとドのところがシャープいわゆる黒剣になりますこれが D メジャースケールなんですけれども嫌でもここに行くようになりますそれ以外のところは発剣の部分ですねそこにないといけないんですがこれをちょっと元に戻してみますねもしこのチェックを外してしまっておくとこれを ファーのとところままで仮に上げたとします。はい、ここをよーく見てください。0のところもシャープになっています。ちょっと大きくします。D のシャープの4。このように D メジャースケール以外のところに行ってしまいます。これをもう一度チェックを入れてから上げるとします。そうするとちゃんと嫌でも ファーのシャープまでこのように3度上げするとここがちゃんとスケール内に収まるようになるわけですこうしましたらハーモニーの知識などがなくても基本的には間違いなく3度上げできますし時にはこの音だけ下げたいとかちょっと変則なハーモニーをする時も嫌でも1個下にはおりません 一気に2音下がりました。はい、今度も2音です。この中間のところには全く動かせなくなります。このようにハーモニーの理論がわからなくても簡単にできるようになるわけです。そうしましたら、このメロをもう一度書き出しします。今3度上がったハーモニーができたわけです。このメロのところと同じところに持っていきまして、 そしてオルトキーを一度だけ押しますそして書き出しますとこのようにメロ2ミディという風にできたわけですこれをシンセサイダー V にもう一トラック読み込みたいと思いますファイルからトラックの読み込みを選択しますメロニーを選択しますそうしますとトラック137という風になっていますので これを確定します。それでもこれは消えません。なんか名前がトラック1となってるからちょっと不安ですけれどもこのように2つつきました。今見てるのはファーのシャープから始まっています。そしてこちらのトラックはこのように0のシャープから始まっています。このようにしましたら名前をわかりやすくつけておく方がいいかもわかりませんね。 これがメロのトラックです。そして上の方がハーモのトラックです。このようにハーモニーが作れます。読み込みが終わったら一つだけ気をつけないといけないことがあります。それはこの画面上部の4分の4とか139という風になっていますが、ここが最初は120の BPM になっている場合があります。この時はこの数字のところがもし、 120の初期値になっていましたら自分の作っている曲に合わしましょうダブルクリックをしてこのように数字入力をしばして確定をしてくださいそうしないとうまくいきませんここからは歌詞を入力することになるんですけれどもメロの方は男性の声にしておきますそしてハーモニーの方は女性の声 これを選んでおきますがこれでちょっと鳴らしてみましょうはいこのようにハーモニーができますがハモはちょっと音量は下げておく方が聞きやすいですねもう一度。 こからは皆さんいつもやっているように頑張って調整をしていってください僕もたくさんのシンセサイダー V の解説を出していますので調整はやってくださいそして今シンセサイダー V は1.8というバージョンになっていますこれではですねほとんど調整ということがいらずしてかなり上手に歌を歌ってくれます皆さんも 2022年にですねゲットした人はお正月に頑張っていろんなテクニックを磨いてくださいそしてこの動画を見てやっぱりシンセサイダー V を買おうとかボーカロイド最新版ですね AI になったボーカロイドを買おうとかいろんな皆さん歌声の好みがあると思いますのでそういうのを手に入れたらですね今日のように DAW の方で MIDI を作ってみるというのにも挑戦してみてください今日はスタジオワン1という DAW でやりましたが他の DAW でもほぼほぼ同じような機能が使えるはずです頑張って挑戦してみましょう村長スタジオでしたまた来年もよろしくお願いします